ポニーキャニオンだったような気がするんだけどね。うん、確かウィンズはポニーキャニオンだったと思うんだけど、昔。まあ、ウィンズのファンがいるか知らないけどね。一部ウィンズ好きやったから、ポニーキャニオンだったと思うんだけど。うん、過ごした瞬間が増えてて、あの曲好きやったね。四季っていう曲。胸に刻む。あの曲、あの葉山さんの曲すごかったよね、リズムが。うん、ウィンズだったらパラドックスも好きやったけどね。めっちゃウィンズのライブ配信の時に書いたんだけど、ね、パラドックスいいよねって思ったんだけど、そのテンポがさ、あの時代のテンポがちょうどいいんだよね。タッ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 タン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 タッ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 タンタンって、あのぐらい小刻み刻んだテンポがいいの。だいたいビートが8ビートとかでしょ、だいたいね。16ビートは使わんよね、だいたいね。あの、だいたいね、方角っていうね、よい、まあ、四分音符って4分の何拍子とか使うんだけど、まあ、8分音符は使うことないやろうな。あの、8分の3拍子とか使うことないやろ、多分な。うん。タッタンタッタタン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 タタタタンタンタタン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 って、あれ好きやったな。やっぱ音楽っていうのはいいよね。うん。いい音楽が好きだな、私は。まあ自分が好きなのも選べばいいんだと思う。よくネットで書いてたんだけどね。じゃあ鈴木亜美ちゃんのあの曲も好きだったけど、アワーゼーズとかも好きだったけどね。まあ調子がいい時はトランスも良かったな。あの時はまだね、まだ夜中良かったからね。治安がちょっとマシやった、今よりはね。うん、私はもう安全運転の人だったから、運転も、うんと、お年寄りぐらい遅いからな。スピードが、あの、安全運転しかならんでね。うん。無事故無違反っていうか、うん、無事故無違反になるためには、まあ、仕事せん方がいいってことよね。あの、通勤通学すると、絶対無事故無違反で難しいと、っていうか。うん、特に、運送系になると、絶対ね、無事故無違反なんて無理やと思うよ。うち昔やった時、そうね、ちょっとスピード違反だったもんな、荷物運んでる時はそうだったわ。うん、自分でね、あれやってるとね、ガソリンでかかるのに、委託とかね、あれはもう大失敗やったよ、うちは。うん、だから通勤通学する事故絶対起きるよね。無事故違反って絶対難しいと思うよ。今特に難しいよ、インバウンドに来てからね。で、私はね、そうそう、あんまり車乗り、都会と乗らん方がいいと思うね。事故を起こす可能性もあるよ、都会。田舎もあるだろうけど。過ごした瞬間が増えててあったんだけどな。胸に刻む。あんな風に世の中でやってほしかったな。過ごした瞬間が増えて。四季って曲も好きやったけど、まあ、ウィンズね、最初のデビュー曲も好きやったんだよね、昔。うん、昔あれは買ったことある。CD は買ったことある。まあ、DVD も上がるんだけどね。ウィンズ声がね、たっこよかったよね。ニューパラダイスか。ニューパラダイスであの曲の作詞も良かったと思ったよね。うん、昔はね、若い頃はよくカラオケによく入れたけど、下手くそだったけどね。あの、音調子バズりだったけど、うん。私はもう歌は下手くそなんでね。だけどストレス発散なればいいよね。何度言っても上手にならない私みたいな人。うん、プチだけじゃ面白くないだろう。まあ、しょうがないね、今ね。まあ、プチプチはただね、このいっぱいあるからね。